今回ディオの初めてのワンマンだったってことで、まあいつものペースが出るまで結構時間がかかっちゃったんですけど、まあドラムソロをやるあたりからようやく本来のペースがつかめてきたかなって感じです。人生で初めてトライしたドラムソロだったわけですけど、まあ、とりあえず、まあ、目標としては、まあ、自分が今持ってるテクを全てぶつけようかなという感じだったんですけど、まあある程度練習の段階で用意したフレーズプラスその本番のこの勢いとかを加えて、まああんな感じになりました。セカンドシングルに入ってるゴッドフォーセイクン、これまあワンマンで初めてやったわけなんですけど、まあこの曲は結構個人的にもかなり気に入っててかなり見どころなんじゃないかなと思います。自分のドラムがやっぱ一番生きてる曲は不在という現実性っていう曲なんですけど、まあ、とりあえず持ってるフレーズを全てこの1曲になんか詰め込んだ感じです。聞きどころ満載です。ああいや個人やっぱ同じリズム体としてこうベースから来るっていう曲がまあ僕もまあ以前から欲しかったんですけど、まあかなり個人的にもかなりお気に入りの始まり方です。これからもこういう曲が増えていったらなと思ってます。この DVD はですね、まあこのワンマンを見に来れなかった人にとっては、まあ、ディオというこうバンドがどんなバンドかっていうのがまあ多分1枚で相当わかる作品になってるはずです。でまあワンマンを見に来た方にとっては、まあ、あの日の記憶が蘇ってくるような作品になるんじゃないかと思ってます。まあこれからもいい意味で記憶に残るような良いライブをしていくんで、これからもディオよろしくです。